うもジンさんです。今回はブリーチ千年決戦編アニメ第9話ザ・ドロップについて語っていこうと思います。剣八対決ということでやってまいりました。9話、最高の回でございました。ただの力比べではない、いろいろな思いが交錯した最強の死神対決。今回も熱いところ多々ありましたので、いつも通り原作との内容と比べながら細部まで語っていこうと思っておりますので、原作ネタバレ注意でお願いいたします。それじゃあ早速やっていきましょう。ブリーチ千年決戦編アニメ第9話ザ・ドロップということで、皆様お待ちかね、ついに剣八対決が描かれます。この興奮は挽回せずにいられない。うわー、挽回。というわけでこちら9話は原作520話から524話までの内容をまとめております。さてまず冒頭では、協力が一番隊隊長兼総隊長に任命される伝令書を読むシーンからとなります。協力次郎桜之助春水、右の者を5艇13隊総隊長及び一番隊隊長に任ずる。非常にシンプルな字面ですが、そこには大きな重み、責任感など、とにかく重厚感を感じることができる非常に重みのある伝令書でした。また原作もそうでしたが、アニメでは演出がさらに加えられて、より協力に巡るいろいろな感情などが伝わってくるような雰囲気でした。協力のイケボと口調がめっちゃいいんすよね。驚き、不安、悲しみなど様々な感情をこの背中から感じ取ることができます。今回は協力が総隊長に任命されましたが、この人選は妥当と言えるでしょう。候補としては浮竹、白夜、室外が主に挙げられますが、浮竹は病弱なので職務を全うできるか怪しい。白夜、室外は死神としてはまだ若く、経験の浅さが懸念されますから、山地階層や36巻階層から分かる通りベテランであり、御帝や隊長の重荷を理解している協力が現時点では適任と言えます。そしてオープニングを挟みまして、シーンは麒麟伝となります。ここでの描写は原作とほぼ変わらず、アニメ保管も特にありませんでした。以前の動画でも話しましたが、健次郎の温泉は街道の源流となる技術であり、その回復量は防護灯油をまとっていなければ過回復を引き起こすほどでした。この後描かれる戦いではこの湯を攻撃に転用されるなど、非常に危険な汁物であると説明されています。そんな湯を防護灯油なしで裸で耐えるイチゴやレンジが秘める霊力というのは、健次郎の言う通り相当な玉ということでした。さて場面は変わりまして、四十六室と協力が会議するシーンとなります。ここも概ね原作と変わりありませんでした。おひげは源四郎は長く一番隊の席官として活躍していた経緯から、胴体の実務を深く理解しており、長年自身の副官を務めていた伊勢七尾は協力自身の扱いを最も理解している。そんな理由から副隊長を2名選出し、これを四十六室が定めた掟の穴を突くことで承認させていましたね。さすが協力でした。そのまま総隊長初の仕事として、ザラキ剣八に残術を教えるため、ここでかねてよりほのめかされていたザラキに残術を教える相手が4番隊隊長宇野花烈元井、初代剣八宇野花八千留でした。いやー、ここは以前の僕の動画で圧倒的1位を獲得した読者が最も衝撃的だったラストシーンに選ばれており、僕もこのシーンは衝撃的だったことを記憶しております。アニメでは先に宇野花が初代13隊として登場し、同一人物か同一人物ではないかみたいな感じで揺れていたと思われますが、当時はそうだろうと言われていながらも、ここで明確に描かれたということで、かなり界隈をざわつかせました。ちなみに宇野花の正体をほのめかす伏線をまとめた動画はこんなサムネです。概要欄にリンクあるのでよかったらご覧ください。またここについて少し解説すると、ザラキ剣八に残術を教えるという協力の言葉に対して四十六室が、ザラキの力の強大さ、そして源流祭が教えようとした時も一日でやめるよう仕向けたというセリフがありました。これは原作35巻のアランカル編で描かれたザラキ VS ノイトラで明言されていました剣道のことでしょう。ザラキはノイトラに追い込まれた時、この剣道を思い出して、剣は両手で振った方が強いという至極単純な戦法でノイトラを一撃で撃破しております。つまりまとめると、ザラキは一日だけ源流祭から剣道を教わり、剣を両手で振っただけでエスパーダ最高高度を誇るノイトラを一撃で倒したということになります。もちろん当時ザラキはまだ枷がありましたから、それらを踏まえて考えると、ザラキが秘める力というのは相当なものであり、ここで四十六室が懸念しているザラキが反乱を起こしたら止められないというのは大げさではないということです。現時点でトップクラスの力を誇るザラキは、残術の習得、枷の解放、視界挽回の習得と死神がたどる当たり前の成長過程をほぼ全て残している状態で今の強さということなので、これら全てを習得しザラキが真の意味で完成させた時の強さはまさに想像を絶する
するほど強大になり、それはユーハバッハですら警戒するほど未知数の戦闘力であるから、ザラキが突起戦力の一人に数えられているということにもつながるわけです。そんなザラキを覚醒させるのは、曰く付きの過去を持つ初代ケンパチの宇野花が最適であり、そのことは強楽天次郎だけでなく宇野花自身が最も分かっていてのケンパチ対決となるわけでした。さて、そんなこんなでシーンは移り、霊王級のイチゴとレンジへ、ガトンデンへ到着した2人が描かれていきますが、ここもほとんど原作と変わりありません。一つずつ気になった点について触れていくと、まずガトンデンの場所の名前が明らかになりました。調理場大広間はそのまんまだと思いますが、楽舞台という場所は吹っ飛ばし移動の着地点というニュアンスでしょうか。だとするとこれはガトンデン以外のゼロ番理念にもあるということでいいと思います。続いて食事に関して解説すると、まず引き船の功績というのが、技根の概念とそれを体内に取り込む技術を作り出したことだと説明されました。また技根の神髄とは、自らとは全く別の霊圧を体内に取り入れ、自らの力の階層を上げることとも説明されています。以上を踏まえると、ガトンデンでイチゴらが行った修行というのは、食事を通して全く別の霊圧を取り込み、力の階層を引き上げること、霊王のスケールで行うことで別次元の霊圧を宿すことでした。これについては過去の引き船動画でも触れましたが、これはメロスグランデが共食いの果てに進化をし、アジューカス、バストローデと力の階層を上げていくものとほぼ同じことだと言えます。さらにクインシーはユーハバッハの血肉を体内に取り入れることでシュリフトを顕現させており、残白刀は数多の死神のコンパクを重ね合わせて浅打ちが作られ、そこにさらに所有者の霊力や魂の精髄を移し己の残白刀とします。ブルブリンガーは霊王のかけらを宿し、強い霊力に刺激されることで覚醒させます。このようにブリーチの世界では共通して、体内に全く別の魂や霊力を取り入れることで力の階層を引き上げるという事象があります。また霊力のあるものだけが腹を空かすという設定もここから来るものと推測されますので、ブリーチは緻密に設定が練られており、もちろん後付けや矛盾がゼロとは言いませんが、こうして全て繋がっているのもあるんだよとお伝えしておきたいオタクのザレ事でした。さて、ひとしきり説明を受けたイチゴらは、続く鳳凰殿二枚や大悦には注意するよう警告を受けます。ここから原作では鳳凰殿の様子が描かれるのですが、アニメでは無限へと移りました。これはカットというより分かりやすさ重視で構成を入れ替えているのではないでしょうか。過去にもそういったシーンはいくつかありましたので、おそらく後ほど鳳凰殿の様子が描かれるものと思われます。というわけでやってまいりました、ソウルソサイティ中央地下大監獄最下層無限。扉が開かれ現れたのは東大ケンパチのザラキケンパチ、そして迎えたのは初代ケンパチの宇野花ヤチル。二人のやりとりが始まりますが、ここも大きく原作と変わっている点はありません。あのね、もう涙が止まらんのよ。ここザラキと宇野花、無限という閉ざされた空間の中で低いザラキの声と高く上品な宇野花の声が響いて互いに掛け合いするシーン、これだけでね、もう神回なんですよ。これが見たかったんですよ。そして強楽の説明が入り、ヤチルの名の意味が明らかになりました。またこの後それぞれの副官が描かれ、イサネとヤチルの何とも言えぬ様子が心にきます。冒頭でもお伝えした通り、これはただの力比べではなく、様々な思いが交錯する深い戦い、当人だけでなく彼らを慕う部下の思いも忘れてはなりません。そして始まります、ケンパチ同士の神戦闘シーン。特殊な力を使わない単純な切り合い、最強の称号ケンパチを冠した者同士の迫力満点な神作家に鳥肌が止まらん。ここで宇野花小さいと思った皆様、そうです、宇野花の身長は159センチ、体重45キロと意外と小柄なので、ザラキと対峙すると小さく見えるのは当然です。可愛いのか。そしてやはり宇野花は強いですね。いくら枷があるとはいえ、眼帯を外したザラキを無傷で圧倒しています。この時点で宇野花がどれだけ強いのか、もう説明しなくてもいいでしょう。さすが山爺に力を買われて初代13体となった死神です。またこの時点のザラキは枷がある他に、真の意味でケンパチではないんですよね。目の前にまだ初代ケンパチが生きていますから、一つの時代にケンパチは一人であるように、宇野花を倒してようやくザラキは真のケンパチとなります。ブリーチにおいて名前が持つ力というのは大きいですから、そういった意味でも2人の差が顕著に描かれていますね。そしてこの時、小細工云々の掛け合いの中で、ザラキが俺が弱くなったって言いてえのかという問いをした時の宇野花の表情など、非常に細かい点ですが深い描写があります。この後語られる宇野花の罪の中でその答えが明らかになります。またこの後ザラキの口から宇野花に対する憧れが語られます。初めて敵と呼べるものと出会い、初めて恐怖し楽しいと感じた、その時抱いた宇野花への感情というのはザラキの中で最も大きなものであり、草獅子八千里にその名を授け敗北を悟った時に涙を流すほどでした。憧れの死神と約1000年ぶりに刃を交えるザラキにとっての千年決戦。
この無限での戦いがザラキにとってもどれほど重要なものだったのか、流す涙から伝わってくるようです。そして首を貫かれるわけですが、なぜか何もなかったかのように場面が戻り、ザラキも理解していない様子でした。考える時間が惜しいという発言からも分かる通り、実はザラキは脳筋野郎ではなくて結構考えながら戦うタイプなんですよね。当選駒村戦の時でも当選の挽回を破るために考えるシーンなんかがありましたが、意外と戦闘 IQ が高いザラキが一切分からないこの事象、この後彼は宇野花との戦いに没頭するため思考を放棄するわけですが、ここら辺アニメ予感で詳細が欲しいところですね。おそらくまだ宇野花は挽回しておりませんし、刀身が生物に変化していないことから視界というわけでもなさそうなので、この後語られているように単純に宇野花の街道によるものではないでしょうか。というわけでアニメ9話はここでエンディングを迎え、10話の次回告となる関東下では、原作59巻にありました宇野花の歌、戦いこそ全て、そして次回サブタイトルはザ・バトルというわけでした。そうなんです、実は次週こそが剣八対決のクライマックスとなります。宇野花の罪、二人の過去、ザラキの枷の正体などが描かれ、そしてついに登場します。宇野花の挽回、水月、能力の詳細不明のまま数年経っておりますが、果たして次週のアニメ予感で明らかになるのでしょうか。ここが最も注目するべき点でしょうが、一連の戦闘シーンもヤバいと思うので、ぜひ来週のアニメ10話も期待して今週を乗り越えてまいりましょう。以上、アニメ9話についてでした。動画の内容いかがだったでしょうか。ついに描かれた剣八対決、皆様の興奮などはぜひコメント欄で発散してください。楽しみに待っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。